8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスでキャッチャー作っていきます。で今回もまたリクエスト回やっていきたいと思います。ロッテの田村選手を再現してくださいということでやってみたいと思います。右投げ右打ちのキャッチャーで、フォームはスタンダードの球、好きな球団はもちろんロッテでいきたいと思います。で目指す能力ですね、弾道が2、ミートが F、 パワー E、 走力 E、肩 B、 守備 B、 捕球 E ということで、あと特殊能力か、早球 B、 流し打ち、バント丸ということですね。まあ、プロ4年目の22歳ということで、まあ、伸びしろ考えた能力を作りたいなと思います。なのでワンランクアップぐらいかな、目指せればと思います。そうだね、持ち込みアイテムは肩と守備、この2枚の強化カードでいきましょうか。はい、では始めていきましょう。初期だいぶ低いな。キャッチャーなんで肩がいいのはよくあるんですけど、36だとキャッチャーの中でも肩低いですね。一応45から多分35の間で設定されてると思います。ということで肩が1個、2個、守備が1個か。そうだね、まあ、まずはシャッフルだね。はい、肩と肩、守備が上か。まあ OK、 補給が下がるならで、ミートはなるべく取らないようにいきたいところですね。パワーアップ、そしたらぐるっと回ってゴールの方行きますか。パワーが下がる、やる気上げ、はい、選手特殊能力チャンスメーカー、なるほどね。まあ悪くはないけど良くもないって感じか。はい、では第2ステージいきましょう。おガンダーさん、一気に変えるマスはまたなしですね。肩が1個の守備が2個、守備2個か。はい、ミート強化、いらない、なんかいらないカードを捨ててしまいたい。逆にね、普段だったらあやったーって思うんですけどね、それが全く思わない。逆に上がりすぎるんで、プラ3もいらないよ。はい、はてな、赤パネルが青目指す、ナイス。はい、って言ってもないね、欲しいのが。肩と守備が増えないと意味がないと思いますね。はい、第3ステージいきましょう。キャラクター YY、 お変えられる、あここにもある。ただね、歩数的にはちょうどいいんだけど、シャッフルがあるんで結局ダメだね。どうしよっか、まあ行くしかないけど、まあ行きましょうか。はい、届かねえな、変わっちゃうんだよね。もう一個の方が確実にいけそうだ。デスパイネ、総力、誰か来た。でもう一個ここだからちょっとね、逆に遠いね。ミートそんな上がんなくていいよ。総力、これで目標到達、逆境丸。はい、もう一回シャッフルしますか。肩マスに変わってるんだよね今ね。これでまあ近くだったら守備にも変えられるし。はい、うわ逆じゃん、こっちが今度来た、止まる、みんな止まる。あここでちょっと時間潰して無地は抱え、 OK、 無地が増えるのは嬉しい。そして OK、 これで肩に変えて、おっと肩が3下がった。パワーアップ、このステージでパワーは蹴りをつけましょう。
そうだね、こっちにめっちゃあるんだね。赤マスが、赤おにぎりが嫌だな。はい、特殊能力と基本能力、守備 OK、 流し打ち、お、流し打ちは当たりじゃないか、欲しかったやつですよね。 OK、 回復もした。肩プラ4、やっぱ絶好調だと確実に能力のアップ率は高いですね。ソウル、うん、ミートはいらん。固め打ち、うん、まあ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 。OK、 今度は守備でいきましょう。いいね、こうやっていくと効率がめちゃくちゃいいね。はい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 。で、行き過ぎたら死ぬんで、ほどほどにね。こんなもんかな。これであとゴールの方行けば。そうね、ハテナはちょっと、まあむしろ取ったところで赤おにぎりがあるからちょっと避けて。はい、どうでしょう。よしよしよし、もう今これ能力的には肩があと B になって補給が E になれば完成ですね。なので肩だけ、肩とまあ補給か、まあ補給ある、肩、あと弾道取りましょう。あ、変えられるマスあるわ。はい、パワーが下がる。6OK、 勝った。もうこれ完成するわ、させるわ。12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、ギリギリだけど、このあとカレンが出てくる気がするんでね。うわ、弾道プラニカ、はい来た。そして即ロックオン。でもね、これいける気がするな。後ろに逃げ道ないですもんね。はい、よし、ロックオンからのねプラ銃ですよ。 OK、 ミート上がらないでくれ。そうですね、目指すは、ワンランク上がったところを目指したいんで守備取りましょうか。六道さん悪くないよ、悪くないよ。1で守備と補給、プラ5か6かですね。こっちから行くか。肩強化持ってます、持ってます。はいはい、 OK、 うまく回収できた。これで守備 A ですね。本当はここ肩にしたかったんだけど、肩来い、肩、肩がここか、ここか、ちょっと遠いね。パワー上げ、エラーに変え、ここも回収しとこう。 OK、 補給も目標の E ですね。もうあとこれゴールすればいいだけなんだけどね。博士いるわ、博士いるけど行かないよ、行く必要ないもんね。まあ行けと言われてもちょっとね、位置的に遠いからね。わざわざというかエラーマスに変えたところで意味ないので、肩上げたい。1 2 3 4、まあ行ける、全部取れば、あ、5個ありますね。行こうと思えば全部行けるけど、ここだけちょっと無駄かな、方向的に。止まる、止まるか、そこで止まったか。 OK、 はい、肩が下がる、肩が下がっちゃいかんって。あ、うん、行けなくはないけど赤おにぎり嫌だし、こっちはシャフルあるし、ちょっとスルーですね今回は。博士どこで、そこか、こっち向くなよ。パワー、あー、これカレンの方行ってもいいね。今総力なんで、これ全部肩に変えられるチャンス、だいぶギャンブルですけどね。
あ、動かなかった、やべ、動かなかったやつ。あ、よかった。そうだね、ちょっとシャッフルしようか。ういマジか。待って、これゴール行くのも辛くなったぞ。赤おにぎりが、赤おにぎりが。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、まだこれだったらいける。そうだね、これカレンがね一回動かないと助かるんだけど、うーん怖いな。うん、シャッフルしましょう。もう普通にゴール行くだけでいい。ここでね肩、プラ5引けたらね、でも絶好調じゃないからな、プラ3でしたね。うん、 OK、 満足。全てワンランクアップはできなかったけど、まあほぼワンランクアップかな。ということで背番号45番、顔設定で、ロッテ、あった、田村選手、 OK でしょう。うん、流し打ちも取れたから本当完璧じゃないかな。弾道が2から3へアップ、ミートが F から E へワンランクアップ、パワーが E から E 変わらず、走力が E から D へワンランクアップ、肩が B から B で変わらず、守備が B から A ワンランクアップ、で補給が E から E で変わらずと。で特殊能力欲しかったのが送球 B 流し打ちバント丸、まあなんですけど、まあ流し打ちだけうまく取れたって感じですね。うん、よし満足したぞ。最近、結構再現能力がだいぶ高くなってきたと思います。なので高評価ボタン皆さん押してください。ライブ選手出しましょう。はい、この番号、動画説明文の中にも書いておきますので、そちらからダウンロードお願いいたします。ご視聴お疲れ様でした。動画説明文にチャンネル登録ボタンの URL が貼ってありますので、そちらからチャンネル登録をお願いいたします。同じく Twitter の URL も貼ってあります。動画の最新情報などはこちらをチェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。